お箸の国の本だしです。味の素。いやこうして見てきますと、徳さんやっぱり、番組は世に連れっていう感じしますね。テレビは完全にあれですね、あの時代を形成してるなって感じしますね。そうですよね、40年だもんね、まあ、TBS はね。でね、これ続いてのリクエストカードなんですけどね、はい、これ面白いなと思った、吉田美穂さん35歳女性の方なんですが、不揃いのリンゴタッチで、うん、時藤三郎と手塚さとみのキスシーンを見てみたいと。これはね相当印象的ですよ。インパクトありましたよ。そうですか。僕それ、うん、逆に知らないですね、うん、覚えてます、うん、覚えてる。大切にしたいから喋りたくないですか、うん、じゃあ濃厚感じ、うん、濃厚な、うん、舌ぶち込み関係で、ね、そういう言い方しないでしょ。本当にいいシーンだったんだから、これは。そうですか、うん、じゃあダですか、これ。これいいんじゃない、ね、ダビングして俺にくれっつっていや本当に欲しいぐらいですよ、これは。じゃあ見てみましょうかね、うん、徳さんご推薦のラブシーンでございます。どう全然違うじゃない。何なんだよこれ。だんだん出てくるわけね、ラブシーンがいっぱい。ああそういうことか。あそういうことか。ずっと受けたな。そうだ、傑作ラブシーン大変集なんだ。ああなるほど、うん、これあの純朴な田舎のおばあさんはこれがあの古揃いのリンゴだと思ってる。これほら古だっちゃうっていう。そう、これは結構濃厚だ。ああっという間に本当に心から綺麗な方ですわ。あなたも綺麗です。私も。おたんなおこさん、あなたの目は綺麗です。こういうシーン。秀夫さん、見たでしょ。秀夫さん、私の命が滅びても私はあなたのそばに生き続けることができる。母さんのそば。志野さんと星野達也さんですね。ありがとう。お手川さん、思い出作り、うわ懐かしい、うん、だんだんテレビのラブシーンって結構濃密になってきましたね。そうですね。それじゃあ高橋さん、これ倍賞さん、倍賞君が来てくれるとは思わなかった。これ影響受けるヒロシとか、これかな。おそろい、あ、出た。ユートの令状とか、そういうの捕まるわよ。そう、こういうセリフだった。そういうの、狙った方がいいわよ。看護婦なんだ。看護婦なんて。なんでだ。つまんないわよ。ハイティ。とにかく。俺たちに、ロマンしようぜ。ギャグだね。別れたくて別れるんじゃない。ですから、それ一生懸命別れようとしてるじゃん。ねえ、最後あのオチだよね。落ちなくなっちゃう。全然いけない。